どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。本日はですね、なんとマリオットボンボイですね、ホームビーラの方でマリオットボンボイのですね、宿泊実績2倍、またね、10%オフキャンペーンが来ておりますんで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、皆さんね、こちら知っておりますかねまあ、ホームビラー by マリオットボンボイということで、こちらね、昨年私ね、こちらを利用させていただいて、宿泊実績ね、2倍、去年ね、w e e ー of w o n d e っていうね、あの、毎年やっているね、マリオットのキャンペーンがあるんですけども、なぜかね、2023年はないっていう感じなんですかね。まだね、発表されてないわけなんですよね。で、その時にですね、このね、 ホームビラの2倍キャンペーンがありまして、まあ、私はね、利用させていただいたわけなんですよね。で、私ね、実際に利用させていただいて、宿泊実績ね、不要は、まあちょっと遅れたわけなんですけども、まあ無事ね、ちゃんともらえて、宿泊実績2倍ももらえて、さらにね、去年利用させていただいたときは、本当にね、非常にお得にね、利用できたんですよね。確か6万円ぐらいで、20泊ぐらいのね、宿泊実績がもらえたということで、まあ非常に良かったんですよね。で、今回のキャンペーンはですね、ちょっとね、 条件悪くはね、なってしまってはいるわけなんですけども、まあ十分お得にね、利用することができるかな、なんていうふうに思いますので、マリオットボンボイのチタンステータスの方、またね、アンバサダーステータスの方で宿泊実績足りないとかですね、またね、ライフタイムのね、宿泊実績ありますよね。まあこちらを稼ぎたかったりね、したい方はですね、今回のキャンペーンね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。 それではですね、こちらね、公式サイトになっておりまして、ちょっとね、英語になっておりますんで、私の方でね、予約させていただきました。宿泊実績2倍、プラス10%オフキャンペーンということで、予約期間がですね、2023年の12月の24日。 で、宿泊期間が10月の22日から12月の31日までの滞在っていただきになります。こちらね、エントリー不要っていう風になっておりまして、このね、ホームビラ、ログインしていただくとですね、マリオットボムのね、ログインになりますので、特にね、こちらエントリー必要なくですね、こちらログインしていただければですね、このね、アンバサダーステータスの方、チタンの方が、このね、宿泊実績に10%オフがね、利用することができるキャンペーンっていう風になります。で、今回のですね、 条件なんですけども、マリオットボンボイのチタンの方、またね、アンバサダーの方のみということで、えー、残念ながらですね、えー、プラチナ以下の方はですね、こちらね、利用することができないんですよね。まあ、おそらくですけども、まあ、去年ね、私みたいなね、プラチナステータスの方が、えー、大体私はね、6万円ぐらいで、 えっと、20泊ぐらいね、宿泊実績もらえたので、まあそういったのをね、まあ軽く塞いできてるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、今回のキャンペーンに関しては、チタンとね、アンバサダーの方しかね、利用することができないっていうふうになりますんで、 ここがね、ちょっと残念ポイントですね。で、またね、最低利用金額もねえ、設定されてしまいまして、昨年ね、こちらなかったんですけども、今回ね、1000ドル以上の、ま、利用っていうのがね、必須になっております。で、このね、1000ドル以上っていうのはですね、ま、1000ドル以上相当額ということで、外貨の場合ね。だから日本円で言うと、今ね、14万9000いくらなんですけども、まあたい15万円。 以上ですね、利用していただかなきゃね、今回のキャンペーンね、適用にならないっていうふうになりますし、またね、200以上の利用はね、必須になりますんで、この点はね、注意してくださいで。 宿泊実績付与がですね、滞在完了後、6週間から8週間後に付与されるということで、これね、ちょっと補足させていただきますけども、昨年ね、私利用させていただきまして、11月の2日にね、宿泊完了したわけなんですけども、結局ね、この6週間から8週間で、あの、ボーナスの方の宿泊実績、普通の宿泊実績はね、これで付与されるんですけども、まあ、今回ね、2倍になってますよね。 この分がですね、ポイント付与がされてからですね、さらに2週間、3週間かかりますので、まあ今からね、利用していただくとですね、年内のね、カウントには入るわけなんですけども、ポイント付与されたさらに3週間後っていうふうになりますんで、私が利用したのが去年ね、11月の2日にチェックアウトしたんですけども、全部のボーナス本が付与されたら12月の30日とかでしたので、まあそのポイントは このね、6週間から8週間後、宿泊実績が付与されてから、まあさらに3週間ぐらいね、かかるっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。去年ね、非常に不安だったんですけども、まあ年内のね、カウントにもね、入れてくれるっていうね、あのー、 公式デスクのね、回答もありましたし、実際ね、ちゃんと付与していただけましたんでね、まあこの点はね、えー、安心して利用していただければな、なんていうふうに思います。まあちょっとね、不安な点がございましたらですね、マリオットボンボイの方にね、まあ問い合わせていただいてもね、こちら回答していただけますので、まあこの点もね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ今回ですね、1000ドル以上、またね、200以上で、チタンとアンバサダーの方のみがね、このキャンペーンがね、利用することができるっていたちになるんですよね。で 実際ね、まあ、どのぐらいの価格で、あの、利用することができるのかっていう話なんですけども、日本国内の場合ですね。で、これね、今これ10泊で11月の7日から17日でね、検索させていただいてるんですけども、これね、本当に日数によってね、値段結構変わる、変動するっていうふうになっておりまして、またね、5泊だったら出てくる。 4拍だったら出てこないとかね。まあ、9だったら出てくる。10だったら出てこないとかね。まあそういったね、あの結構細かくね。まあこれ。 マリオットのホームビラって民泊みたいなシステムなんで、まあ、個人の方はね、あのマリオットと契約してあの提供してるっていうふうになりますんで、このオーナーの方はね、出してる日しかね、あの利用することができない、またね、埋まってる日はね、もちろん貸し出しすることができないっていうふうになりますんで、結構細かくね、あの、変わるっていうふうになりますんで、結構ね、根気よくね、検索していただければな、なんていうふうに思います。で 日本国内だとですね、一番最安値で利用できそうなのがね、ここら辺だったんですよね。まあ、こちら栃木で、えー、こっちは中央島。これどこだろうちょっとこれどこかわかんないですけども、まあ、この二つがね、一番最安値で出てきたって言いたがちになります。まあ、トータルだとこっちの方が安いですね。こっちらは栃木県なわけなんですけども、まあ、こちらね、2ベッドルームで10人までね、泊まれる、えー、ホテル、ホテルというか、まあ、民泊ですよね。え、利用することができるって言いたがちになります。で、 まあちょっとね、遠くまで行くのは辛いよっていう方は、まあ六本木とかにもね、あるんですけども、まあここまで行くとね、結構値段ね、高くなっちゃいますよね。23万とかになっちゃうんで,で。こっちだとね、17万4千で、これ今10泊で調べてるんですけども、まぁ10泊でね、17万4780円なんで、まあ1000ドル以上のね、あれもクリアしてますし、10泊なんでね、200以上もね、クリアしてますんで、これで OK なんですけども、まあこれでだいたい17万4780円。 80円でね、利用することができるっていうふうになりますんで。 一泊一万七千四百七十八円。で、それがね、宿泊実績二倍なんで、まあ、これで、えー、二十泊分もらえるっていうふうになりますんで、大体八千七百円ぐらいなのか八千八百円ぐらいなのかなはい。そのぐらいでね、利用することができるっていうふうになります。で、ポイントはですね、残念ながらですね、こちら、あの、エリート特典はですね、こちらログインしたらね、出てくるようになるわけなんですけども、そんなにね、このポイントはマリオットボンボイポイントでもらえるんですけども、まあ、17万円の、えー、支払いに対して、 5,853ポイントということでこちらねもうちょっとね多くはもらえると思うんですけどもあのポイントがねあの ステータスによってポイント増量少しあるんですけども、マリオットボンボイのね、マリオットホテルに比べると、まあ、全然ポイントね、もらえないっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思うわけなんですけども、まあ、17万4780円で、まあ、20泊のね、宿泊実績もらえるっていうふうになりますんで、今年全然、あの、ステータス防衛ね、あのー、 諦めていて、もうどうしようかなって思ってる方だったりですね。まあ、ライフタイムとかのね、あのね、あの、ずっとのね、宿泊日数をですね、稼ぎたい、あの、安くね、稼ぎたいよっていう方はね、まあ結構いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、まあこれが一番最安値ですかね。 はいまあ沖縄とかもねちょっとお値段高めだったらね出てきたり、まあ、東京都内もねちょっとお値段高めだったらね、まあ、出てきたりいたしますのでぜひね利用されてみたいっていう方はあの根気よくねあの利用してあの検索、ね、してみていただければななんていうふうに思います、ね、六本木の港区とかもありますし大阪あとこちらは。 白馬ですね。あったりいたしますので、まあこれね、結構見てると面白かったりいたしますんでね、ぜひ、あの、気になる方はチェックね、してみていただければな、なんていうふうに思います。今回のキャンペーンはね、何回も言いますけども、1000ドル以上、だいたい15万円以上の利用ですね。あと200以上。で、チタンとアンバサダーの方のみがね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ私みたいにね、プラチラステータスの方は、利用することができないっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに、 思いますで、先ほどね、ちょっとポイントの話をね、させていただいたと思うんですけども、ホームアンドビラね、予約すると、えー、ロイヤリティポイント、1キロ獲得できますかということで、こちらね、あの Q&A なんですけども、えー、ゴールドエリートの方は 5%,、えー、5 1ドルベースごとに5ポイント、プラス25%ボーナスがもらえます。で、えー、プラチナエリートの方は1ドル5ポイントで、えー、50%、チタンアンバサダーの方は、えー、5ポイントと75%。 っていう風になります。で、チタンとアンバサダーの方はね、同じっていう風になっておりまして、今回のキャンペーンはね、チタンとアンバサダーの方はね、対象っていう風になりますんで、 75%は全部で8.75になるのかな ?1 ドルあたりね。あとね、アンバサダーエリート、チタエリー、プラチナの方は、ウェルカムギフトでね、1000ポイントもらえるっていうふうになりますんで、あの、ポイントが、このね、フォーマーのビラではね、もらえるっていうふうになりますんで、マリオットボンボンみたいにですね、1ドルベースあたりね、10ポイントもらえないっていうふうになりますんで、この点はね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。 で、またですね、いつもね、紹介させていただいておりますけども、マリオットのね、ホームビラね、まだね、このトップキャッシュバックにですね、還元残ってるっていう風になりますんで、これでアメリカのポイントサイトなんですけども、マリオットでね、検索していただくと、このね、ホームビラ出てくるっていう風になりますんで 3. 3、3.3%還元ね、取れるっていう風になりますんで、今回ね、15万円以上ね、決済っていう風になりますんで、だいたい5000円ぐらいのね、還元は取れるっていう風になりますんで、 こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。こちらね、もらったポイントに関してはですね。 このね、あの、ペイパルにね、出勤することができますんで、このね、9点とかでもね、ペイパル利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、先日私はね、ここで、アンカーのね、モバイルバッテリーをね、非常にお得に購入することができましたんで、ここで使っていただくのがね、一番楽でいいかな。まあ、ああの、ペイパルなんでね、あの、日本のね、銀行にもね、振り込みとかすることできるんですけども、まあ、そういうのがね、めんどくさいとかね、あの、ペイパルに日本の銀行登録したくないっていう方はですね、まあ、9点で利用していただいたり、あの、アメリカ入国 国のねエスタもねペイパル支払うことができるっていう風になりますんで取っといてね損はしないと思いますんでねこちらもぜひ覚えておいていただきたいななんていう風に思いますということで今回ですねマリオットボンボイのホームビラの方で宿泊実績2倍キャンペーンまたね10%オフキャンペーンがね来ておりましたので解説ねさせていただいたわけなんですけどもいやね まさかね、こちらで宿泊実績2倍キャンペーンがね、来るとは正直で全然思っておりませんでした。今年、マリオットのウィー k of w o n はやんないんですかね。はい。まあ私が知る限りもう2、3年はやった。 言てたと思うんですけどもいや毎年、ね、グローバルキャンペーンで行われておりましたので、まあ、楽しみにしてた方も、ね、いらっしゃったと思うんですけども今のところ、ね、情報はなくあの海外ブログ等々でも、ね、あの特に、ね、話もされることもなくなってしまってですねはい今年はないのかなっていうところですかねでマリオットの話だとですねラスベガスの、ね、ベラージオホテルグループ MGM グループ、えー、とマリオットの、ね、長期ライセンス契約をしたっていう話を、ね、私の動画でさせていただいたと思うんですけど もこれどうなったんだって思ってる方ね結構いらっしゃると思うんですよね。でこちらね10月から提携します、まあ、長期ライセンスでねパートナーシップ協定ね結んであのラスベガスのベラージオホテルとかもマリオットボンボンにね参加するわけなんですけどもなんとですね10月にこちら開始になりますよって話だったんですけども。 9月の半ばぐらいだったかな終わりぐらいだったかなちょっとね、いつだったか私も詳細覚えてないんですけれども、この MGM グループにですね、すごいね、大型のハッキングがあって、今ね、遅れてるみたいなんですよね。 ですので、このマリオットとのね、提携も、あの、10月から開始になるっていう話だったんですけども、これも延期、年内にね、開始しますみたいな。まあ、こういった感じでね、今変更になっておりますので、ベラージュホテルとの提携どうなりましたと思ってた方はですね、こちら、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。またね、今回のね、マリオットホームビラね、もしね、利用するにあたって質問等々がございましたらですね、コメント欄書いていただければ、まあ、私のね、あの、わかる範囲で返金ね、させていただきますんで、 こちらもぜひ覚えておいていただきたいなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画が気に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますのでぜひチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ